長らく森昌司、森ソニックお疲れ様でした。ラストでございます。宇都宮ひじりウィーズ藤森ルーでお送りしたいと思います。今日は森ソニックスペシャルオリジナルでお送りしたいと思います。聞いたことない曲ばっかりですけど、いいですよ、自分で言うとかんとね。さあ行こうか。それでは曲紹介、スイングジャージーな君という曲を聴いてください。最速でございます。おーっとね、僕は待ってる My life 君と二人でこの歌行こうどこまでも遥か宇宙の果てまでも甘い生活が待ってるスイングジャー
ふわっとして山っぽいけど、まあまあそんなもこんなもライブでございますね。どうでございましょうか。メンバー紹介藤丸ルー。メンバー紹介宇都宮ひじみでございます。どうもありがとうございます。どうも。なんてベルボトムのジーンズがいいラッパですよね、俗に言うね。懐かしい、僕もそう思ってました。そんなこんなで何を言おうとしたのか。森さんにこんな、いいですね、森口氏の方、こんなあって、こんなステージがここにあってって、僕とこ、城東区、吹田市ですけど、そんなもん1ミリもございませんからね、これ、もういろいろやってるんでしょうね、これ、こんだけあって、雨降ってもちょっと大丈夫でございませんか、ね、喋り出すとともに、30分違うございます、はい、それでは、親父青春音楽祭、親父は釣りが好きなんですよね。強引に持っていきますけど、親父は釣りが好きで好きで毎週毎週釣りに行きたくて仕方ないんですけど、家族の目が冷たい。家族の目をこう惜しみながら、お父さんまた行っちゃうからね、ごめんねという曲になっております。フィッシングドラッグブルース、カモンチャンネル。君も一緒にやればわかるだろう、わかっていくよ明日はね、君
朝にしちゃう朝にしちゃう相方のルーちゃんちょっと角度がこうなんで目線がなく苦しんでるのでちょっと下げるか俺はね。そんなこんなでございまして、天候になってまいりました。あ、今日のモリソニック、モリソニック覚えたら親父青春の課題曲、今の全部オリジナルでございます。カバーをやらなあかんというふうになってます。課題曲のカバーをやってみたいと思いますね。今日の僕の課題曲は山下達郎だいきなりかなと、山下達郎どういう思い出か。山下達郎、僕らあのフォークソングの世代でございますけどね、フォークソングでぐっと盛り上がってるところに山下達郎がやってきて、これはこれはちょっとこれには勝てんぞ。あれですね、これちょっとあれですよね、シークレットじゃないあれがかかりましたよね、ロックがね。さあ、これはね、山下達郎に反応したの？説明やめておきましょう今なんでね。山下達郎ちょうどちょうどそうだけ山下達郎だからもう山下達郎を言いましてもう本を買うたら全くコードが弾けないという、私のコードのバイブルは山下達郎となっております。今日山下達郎ちょっとマニアックな曲で言っちゃうけどごめんねということでセファードおいおいI'm not afraid to die.
2曲目スパークル1、2、1、2、3、4。さすが山下達郎でございます。1曲目多分皆さんあんまり分からへんねんかというか、この曲歌い出す瞬間ドゥーと顔がこっち向いて、僕 あの人見出したこの人見出したらいいだ、ちょっと歌詞忘れてしまいました。ストレスようあるパターンでございます。それではラスト曲、皆さん森ソニック親父青春ソングラスト曲となりました。どうも、もうありがとうございます。いつもながら、ラスト曲、ありがとうございます。またオリジナルで、山下達郎に負けないぐらいの私の一番売れてるオリジナルでございます。売れてないと思う。これ言うて受ける時はどんどん受けるんですけどね、そんなこんなで最後は僕のオリジナルで「はやぶさ」という曲で、ちょうど時間帯も空の感じもええ感じになってまいりました。どうでしょうか、夕日が見えてるんでしょうか。背中には見えてないでしょうね、熊でね、その隙間から人工衛星はやぶさに乗って旅に出ちゃおうやないかという曲でもなっております。さあ今日は皆さんどうも
どうもありがとうございました。うつるまいひじりウィズフジモリルーでお送りしました。どうもありがとうございます。さあ、ね、早くさん、thank you.
ございます。ありがとうございます。本当にどっから声出しとんねん。もう一回お礼言うといてください。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。この日を宇都宮聖＆藤森ルー決して忘れません。墓場まで持っていきたいと思います。いいよった。洋楽歌います、ね、アンプですから突っ込まないように、ね、その辺は、ね、雰囲気でいっちゃいましょう。こういうの、ね、まだか、まだか、まだまだまだ。さあ、誰聞いたら分かるよ。
元気か。